皆さん、おはようございます。インターネット部、キルトです。私の公式チャンネルは今日で通算19,500回達成しました。イエーイ。はい。今回は大人になって変わったことをちょっとお話ししたいと思います。まあ、大人になりましたね。今、私25歳を迎えました、すでに。はい。変わったこと、まあ、髪色もそうですけども、あとは、まあ、初めて、まあ、コストコ行った。あと、買い物自分でできる。あとは、まあ、一人でできることは、大人になって、まあ、趣味もボーリングやってますからね、ボーリング、はい。始めてますし、あとは、そうですね、いろいろ経験しました。問題行動とか、いろいろ経験してしまいましたね。はい。あとは、まあ、逆にいいことあれば、まあ、旅行もそうですけどもね、子供でもいいんですけど、大人になってね、お酒飲めますね、私、お酒も、もちろん、はい。何でもいけます、お酒なら、はい。まあ、あの時酔って吐いた経験もありましたけどもね、はい。お酒は全然いけますよ、もちろん、はい。あとはまあそうですね、何になって、あとは判断力かな、はい。あとはまあ頭脳はちょっと衰えではそろそろ来てると思います、自分でも、はい。若いけど衰えが来てます。あとはまあ健康診断、体ですね、体がやっぱり気になるんです、大人になってちょっと体も気になるんです、はい。あとは何が何でも勉強は必要なものもあります、大人になっても勉強は必要なものがあるんです、はい。皆さんは何か思い浮かぶことあればコメントでお願いします。あとチャンネル登録お願いします。以上です。バイバイ。